けさん、ゆきかぜさん、としやさん、バンジャルモンスターさん、天使の井上さん、夏みかんさん、ざんたくさん、ありがとう。おはよう。暑い。ララララムナさん、ゆきさん、つぼゆうすけさん、ありがとうございます。ない今日。はよ。ニューイチローさん、アトムちゃんさん、イシケンマシンさん、セリアさん、ありがとう。ヨスケさん、ありがとう。今日の広島32度の予想。高いよね。マチャさん、坪井祐介さん、ありがとう。ちょっと湿度も高そう。確かに。ボイユスケさん、ヒロシゲさん、デサイズアートさん、ありがとうございます。おはよう。今日ワイルド髪型デコ出しにメロメロのハマチさん、ありがとう。いつも増してイケメンに見える。嘘。昨日は梅田に行って初のゴンチャ行ったよ。もうなんで？チュルーム1800回訪問。昨日かと思ったら今日だった。すごい。自分累計何回配信したんじゃ。コッコはね、朝はやらないって言ってましたよ。うなぎ昨日食べたんですよ。実は。でも昨日食べきれなくて。あるから今日もある。食べれるのかなあれ。アモズさん、ありがとうございます。うなぎを最初に食べた人の勇気。それのあのニョロニョロ。目が痛い。今日食べるわ。そう、今日土用の丑の日らしいのでね。スケモンさん、ありがとう。生み出した人天才。確かに。確かに。おはよう。毒があるとかなんでわかるんかね。今日だよね、梅味の炭酸出るのね。そうらしくて楽しみ。
くんだよ、はじくんだよさん、お誕生日おめでとうございます。よっよいしょ、はじくんだよさんおめでとう。イエイ、おめでとうございます。おめでとう。1回でいいからコッコと朝配信でコラボしてほしい。なんで？コッコが朝配信せんや。タカさん、お誕生日おめでとうございます。よっ。よいしょ。タカさん、おめでとう。ありがとうございます。いえいえ、ここは今日いっぱい寝るって言ってた。昼まで寝るって言ったよ。ありがとう。だからきっと今も夢の中、ゆきかねさん、スカパラダさん、ありがとう。僕も夢の中、私はもう寝たくない。おいしいですよね、セロリ入れるの。おいしかったよ。しんやさん、ちゃーたむさん、はまちゃさん、ゆういちろうさん、ありがとう。コッコは朝寝るのがポリシーって言ってた。どんなポリシーや。私、ソライロさん、チャータムさん、ありがとうございます。お家暑い、顔開かない。お家が暑くてじゃないだ。おでこが無限大あるよ、ちゃんと。果てはおはよう。長島泉が似合うようになりたいな。チャータムさん、修造さん、ありがとう。暑いけどお仕事行ってきます。てらったい。スタジオ公演の時に
じゃないや、マネージャーさん、ギルスさん、ユウくんさん、チャータムさん、ありがとう。女性のマネージャーさんに、私痩せましたかって言ったんですよ。そしたら、うん、細くなったと思ったって言ってもらって、昨日もなんかそう、あ、 TikTok のあの動画を見てもらってる、どんなあげますみたいな見てもらうときにもまたその話になって、なってというか自分がしたんですけど、そう、言ってもらえたので、もうちょっと頑張ろうと思いました。なんかちょっとそんなさ、あのしっかりやってきたというか、ゆるーくゆるーく続けてきたことだったんですけど、マッサージとか筋トレとか、そんな毎日しんどいほどやってなくて、今日はこんぐらいでいいかって、なんかそういう軽い感じでずっとやってきて細く なれたから、なんかすぐ戻りそうで不安で、多分継続せにゃこりゃ戻るなって思って、ちゃんとしようって思いました。チャータムさん、デブニャンさん、ありがとう。ゆるくやった方がリバウンドしないって聞いたけど、あれかな、あーってなる時がないからかな、無理にやってたらあーってなる時があるから。わ、すごい可愛いが出てきた今、顔の前に。今日には梅味の炭酸が店に並んでる、楽しみすぎる。あのスープ以来まだすぐお腹いっぱいになるの。でも結構なる。おお、なんでいつもここら辺に出てくるんだろう。チャータムさん、山形の日本海側さん、ポッポアルバーンさん、レブニアさん、ありがとう。それな、この前まで出なかったのにね。レブニアさん、スカパラダさん、ユイチロウさん、アオさん、ユキさん、アトムちゃんさん、ありがとう。あ、そっか、ハートも今までなかったんか。かっこいいってエフェクトなくない？エフェクト？なんかなくない？あ、追加はされたけど、アニメーションがあるのは可愛いとハートだけだって。うわ、あったわ、ありがとうございます。ありがとうございます。びっくり。ギフトへの誘導が上手。
違うんだよ。そんなしてるつもりじゃないのに。バランスボールありますよ、そこに。あのベッドに寝っ転がってバランスボールをベッドの上に置いて、その上に足を置いて、なんかむくみ取りみたいなのしてるよいつも。普通のハートが1ゴールドだけど浮かぶハートは2ゴールド。そうなの？大変。2倍。深夜さん、ゆきさん、ありがとう。何が繋がってないんですよ。タワーとかが果てない質ついてくるかも。ドド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 ドみたいな。ノットシャルルルクレールさん、ありがとう。ブーイ。さん、坪井祐介さん、栄一郎さん、ありがとう。アトムちゃんさん、ありがとう。ニコ生のギフトも演出すごい。あれすごいよね、あのなんだっけ、なんだっけ、竜みたいなやつ、あの3周年の時に出てきたドラゴン、ドーンなったやつ、あれすごかったね。あれ5万なの？すごすぎ。すごい。はや。ものすごい値段だ。朝からラーメン、でも1回だけ行ったことあるんですよ、朝ラー。結構ね、食べれたけどね、また行きたいって感じではない。そっか。朝ピザも結構エネルギーで、朝ピザはでも朝からホールっていうよりか、なんかパン屋さんに売ってるさ、一切れのでっかいさ、でっかいさ、一切れだけどでっかいピザとかじゃない、食べるとしたら。ピザトースト、ピザトーストじゃなくて、なんかもう本当にピザの一切れがこう売ってあるやつあるじゃん。バンジャラモンスターさん、ももさん、ありがとう。あのあれ美味しかった、あのどの道だっけの。アトムちゃんさん、ありがとう。ワンピースワンピースワンピースっていうのかな、そうそう、ワンピースだと思う。それはよ、自分はまあ朝だったらあれがいいな、ツナマヨじゃないや
マヨコーンピザ。ピザっていつでも食べたいですよね。ホールを切っておいたやつ、そうかも。ピザっていつでも食べれる。その食欲が羨ましい。うん、え、マヨコーンってこってり系なの？マヨコーンってこってり系なの？マジ？マヨきつい。あ、熱帯。全部こってりでさ、でさーねー。マルゲリータに比べてこってり。でもチーズ入ってないよ。マルゲリータにはチーズ入ってるけど。難しい。マヨをよけて食べちゃう。マヨコーンの意味。確かにマヨネーズはね、重たいと思う。しかり。マヨコーンピザラストあるよね。あそこにある、サイゼリヤにあるよね。マヨネーズ美味しいよね。夏はきゅうり1本にマヨネーズとお塩用意して1本丸々とかがいいよね。どう？朝はピザよりコッペパン。コッペパン。コッペパン。セブンのマヨコーンパン美味しい。わかる。キュウリも喜んでる。わからんわ。マヨネーズよりカスタードに変えたい。全然嘘。嘘嘘嘘嘘嘘。キュウリとカスタードはやお。ほんまに？トマト香り付きがうまい。うん、夏はきゅうりとトマトやね。バナナマヨ食べたことない。美味しいんですか？初めて聞いた。そのバナナマヨ。マヨネーズ直接飲んだことない。あ、きゅうりに味噌つけたことあるわ。美味しいよね。おーちゃんさん、ありがとうございます。きゅうり食べ物で一番苦手かも。なんで？きゅうりかぶりついてるアイドルとか。え、おうちよくかぶりつきますよ。ちっちゃい時から。夏は1本。三沢さん、雄一郎さん、ありがとう。バナナマヨ美味しそう。てんてんてん。美味しそうってならんわ。私まだちょっと魅力に気づいてないけど。冷やしきゅうり美味しいよね。トマト苦手な方が多いの分かる。
といえばマックシェイクにバナナ味がミニオンズ。いつから？キュウリはマヨにごま塩ラー油。美味しそう。キュウリは野菜臭い。あのみずみずしさが苦手ね。ちょっと争いたくないから。でもキュウリとカスタードって合うの？やったことあるんですか？美味しいかな。意外な組み合わせすぎて。もうやってる。マジか。梅の炭水買うの。買うよ。梅の炭酸水楽しみ。セロリにピーナッツバターをつけるのがメジャーらしい。知らなかった。でもピーナッツバターめっちゃ好き。ピーナッツバター大好きで、そう、朝ピーナッツバターがのついたトースト出てくるたび嬉しいってなってた。キュウリはメインになったら人生はあれ。どういうことや。ミチュの最強のご飯のお供は何かな。最強のご飯のお供はご飯ですよと明太子。キュウリに蜂蜜でメロン味。そうなんかもって思ってた。やってみたい。ちょっとお漬物美味しいよね。キュウリパックしたことない。TKG にご飯ですよは最強。やったことないわ。あれが好き。あの白菜のお漬物。プリンに醤油でウニはやったことある気もする気もするって感じ。うわ、なめたけ美味しい。なめたけ大好きだ。ダメだね。一番は決めれんわ。キュウリの辛いやつ好き。そうよね。はいよ。卵かけご飯にコロッケ。卵かけご飯っていいよね。ゆういちろうさん、スランプくんさん、ありがとう。それでは壇上を読みましょうかな。キューちゃん漬け。そんな名前なの？なんだっけ？白菜漬け。ご飯のお供総選挙やったら絶対に盛り上がる。面白そう。いきます、壇上。
13位ドシャさん、12位ウルスさん、11位ノットシャルルルクレールさん、10位リョウスケさん、9位イシケンマシンさん、8位ポッポアルバーンさん、7位アマズさん、6位セリアさん、5位ギルスさん、4位アトムちゃんさん、3位ツバユウスケさん、2位ダダダダムノさん、そして1位はドゥルルルルちゃんゆきさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルちゃんチョビさん、ありがとう。朝ごはんちゃんと食べようって思えた。イエーイ、いい配信でしたね。それは。それでは今日も一日朝ごはんをしっかり食べて、お仕事、学校、勉強、部活、バイト、バイ、頑張りましょう。それではピザ食べたくなった。ピザって食べたくなったら本当に食べんと収まらんよな。それでは今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリオー、バイバーイ、ファイトファイト。